そうですね。小学生の頃、女子からすごく人気があったので バレンタインは靴箱がチョコレートでいっぱいでした。懐かしいですよね、靴箱。はい、黄金期でした。今日はお祝いです。一人打ち上げバレンタインをします。もうバレンタインだからいいか。いいんだ。夜からもう食べよう。もう打ち上げをします。ダダーン。フィギュアスケートを見ながら食べちゃった。さすがにこの時間からケーキを食べると 休みだから。でもいいんだ。明日休みだからいいんだ。 やっちまったよ。お風呂入らなきゃな。めんどくさいな。寝転がったらもう起き上がれないな。酔ってないんだよ。お酒飲めないんだよ。ずっとシラフで生きてきました。お酒飲める人いいな。こういう時に飲むんだろうな。なんか気持ちいいんだろうな。でもお酒飲めないからお風呂入ろう。ありますよね。休みの日はたっぷり寝れるのに早く起きちゃうパターン。 おはようございます。 Hello, I actually still in my bed. But now I gotta go. Have a good day. こんなに甘やかされていいんだろうか。大好きなキャロットケーキを。フィギュアスケート女子ショートを見ながら、昨日食べれなかったチョコの続きを食べてみよう。ん？チョコじゃない。茎はどうかな？じゃあ茎はどうでしょうか？茎はチョコ。さすがにこれはケチロ。これは次までケチロ。まだまだまだ食べない。